はい、こんばんは、島津です。あらや、前回の続きからです。前回のね、ちょっと自分で聞いたんですけどね、まあ、ひどかったね。音がうるさかったね。叫び声が特に。じゃあやっていこう。もうね、走れないよ。赤ちゃんいるかな？まだ。あ、ちょっとね、なんか、バグかな？あ、いたね。こんにちは。じゃあね。こんばんはだった。なんかあるね。チェックポイントかな。チェックポイントか。チェックイン。ほう。フォー。フォー。待て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 。ガサガサ言ってよね。大丈夫か。開く。開く。ない。呼吸数が減ってしまう。息を止めちてね、息を止めちゃってね。いけんの？こっち。いけちゃう。でも行かない。なぜならあっちにも扉があるから。ちょっと見てこよう。あれ？あれ？閉まってる。嘘？開けてー。開けて。やばい、強制だ。もう強制された。私は、あの扉を開けないといけないようですね。ちょっと待って。ちょっと待って、怖いよ。カチャ。おら、誰かいるか。こっちは？これね、ほんとね、サイドのね、動きがね、人間味あふれててね。おお。人間味あふれしてね、なかなか怖いですよ。素早く動けない分ね。また先が見えないんだけど。え？え？待て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 。待って、先が見えないんだけど。え？資料室かな。扉がある。で、マッチ調べてないからな。戻るか。ね、これで戻るって言ってこう走ってるとね、痛い目見るんだよね。お隣さんからね、女の子の声がする。ちょっと行かないといけないね。もしかしてナースがミスしたのって赤ちゃんかな？前回の記事ね、ナースミスって書いてあったやつ。赤ちゃんの、なんて言うんですかね、健康状態の管理をミスってしまったのかな？あ、開かない。確定だね。そういう意味かもしれない。さっきのは。こんばんは。あら、まだ服変えたの。ああ、さっきのね、青よりかはね、目立っ、あー、違う違う。さっきのね、青色の服よりかね、こっちの方が似合ってるよ。ダメだ、ただの人形だ。答えてくれない。なんかさ、怒ってなかった？俺だから話してるでしょ、こう。ねえ。答えてくれよ、怖えよ。
で、後ろ見たらいないんでしょ？まだいた。一方的に怒ってるね。ちょっと会話が、まだ言葉がわからないかな、赤ちゃんだから。Something isn't right. Tonight feels different somehow. あ、ラマって名前だったね。もうね、主人公たちの名前、未だに覚えてないですからね。もう怖くて。そういうところじゃない。吠えてたよね。なんか吠える声だったよね。赤ちゃんってあんな声出んの？私、子供がいないからわかんないんだけど。怒ったらあんな吠えるの？吠えるの？吠えるってどういうこと？ねえ。あんな声出るのかね？まあ出ないでしょうね、絶対。おお。なにこれ？トイレット。行きたくねえなあ。さっき俺よく行ったよな。あれ？女子トイレしかなくない？ここ。すすり泣く声が聞こえんだけど。こっちから聞こえるわ。男子トイレですよ、そっち。お姉さん。いや、こっちから来たよね。聞こえたよね。お姉さん。お姉さん。誰かいない？夜の警備員も楽じゃないね。私多分ね、今ね、夜の警備員の体験をし、もうしてるに近いね。いやー、ね、夜の警備員のバイトはしたくないね。某ピザ屋のね、バイトもしたくないね。監視カメラで監視して、機械人形をね、監視する仕事なんてね、したくないですね。知ってる人は知ってる。今のネタ。おー、待て。ごめんなさいね、もうね、もうね、こんなこと話してないとね、気を紛らわしとかないとね、なかなか維持ができない。よし、なんもいねえだろ。こっち赤ちゃんがババーンってこう飛び出てきたらね、まあ、ね、怖いでしょうね。開くか。OK。はい。ここなんだ。ブラッド。血液の、保管室かな？輸血用の。え？すげえ遠いんだ。え？長い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 。開けて。あ、開くの？嘘、開くの？ 開くの？ちょっといいわ。なんかカリカリ聞こえんだけど、あ、あれだ、こっちの音だった。まだなんか赤く光ってる。チェックポイントだね。血液の、あれ？こうだったっけ？輸血パックのところじゃないのかい？違うか。名簿があるね。名簿？新聞かわかんないけど。まあまあ、絶対読めって言ってるよね。赤く光ってるから。OK。読んでやる。ごめん、そんな効果音出されてもね、字読めねえんだ、これ。はい、なんて書いてあるの？ A the training message is written on this note. You missed 大け、大、死ねってことけ。お前は死ぬ。かな？なんで俺が死なないといけないの？ただ警備員だぞ。ただの警備員。一般の。もう夜の警備とかやりたくないわ。絶対仕事がね、不足してても。
もうちょっとね、テンポよく進めたいんだけどね。まあ、そういうわけにはいかないよね。怖えんだもん。あそこ、俺が開けたのか。チェックポイント？待って、あら、しまった！ あっち見に、奥見に行きたかったね。チェックイン。あれか、巡回か。おお、さっきの子か？あらららら。こっち見て。おらららら。あら。君、そんな首が回る子だったの？すごい特技持ってるね。うわ！待って、こけてない、これ。こけてるよね。起きろ起きろ。え？おお。Where the hell am I? どこ？警備してただけだよ。ただ、巡回表にチェックしてただけなのに、私なんでこんなとこいるの？これ何？プレゼント？何も入ってないね。あ、エンプティーギフトボックス。オッケー。何を入れろ？なんか入れないといけないの？ここどこ？ここどこ？ライトは？ライト生きてた。おお。勘弁してくれ。赤ちゃんに また話しかけようとしたらね、多分あれお母さんかな。うちの子に何してんだってこう来たんじゃない？これさ、どうやって、ねえ、警備員って関係あんのかな？あらやと。あ、さっきの子かな？ん？こんばんは。ちょ、こんばんはって。ねえ、これ。ガール、リトルガール。こんばんは、お嬢さん。待ちなさい。こら、こら。ここで何をしてるんだ。危ないよ。危ないよ。何してんの？おらららら。そんな特殊能力持ってたの？君。ああ、怖え。怖え。これ何？今取れるって出たよね。何？ブーン。いや、至って普通の飛行機ですが。なんか、あれだよね。トイストーリーに出てきそうな、あれだよね。あ、プレイス、飛行機だったかな？it look like, it private, a lot in and まあ、飛行機ですって。あら！こんなギミックが、仕掛けが。いけないの？私。この先に。これ、いじれって？いや、特にいじれとも何とも出てないね。どっから落ちてきた？君！こら、こら、逃げないの。お兄さんが連れて行くから、逃げないの。待ちなさい。早えな。早えぞ。成人男性より早い女の子、すごいな。どこ行くの？ マーチンサイト、あら、消えた。あー、またワープした。超能力者だな。超能力者だな、君は。開くんだろう？開いて。またこれか。ああ、時間が。おい、私どこ？うわ、あら、あらららら。あら。閉じ込められた。マジか。ええー、閉じ込められたよ。開かないでしょ。
そう、あの女の子のトラップだったか。どうしたもんか。舌チェック異常なし、異常、あーちょっとね、あの蒸気漏れ発見。でも直せないから素通りしよう。よし、次開けたらね、何か出てくるかね。ね、よし、ゆっくり開けようか。ゆっくり、あら、あれ、一緒だ一緒だ。どうなってんだこれや。あ、戻った。さっきなんだ、俺トラップに引っかかったのかな。ここ開く。うっ、誰かいるんですか、誰かいるんですか。反応してくれない。理不尽だよね。あのこっちがこっちのね、向こうだけ一方的にね、こう押し寄せてきて、私には答えてくれないんですもん。ここん、はあ、いたか。あ、いた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 。ヘイリトルガール、サムミこっちに来て。オッケー、行こうじゃないか。お、ちゃんと開いてるな今回は。おどかしっこはなしだよお嬢ちゃん。あれ、さっきのところに戻ってきたな。ん、変わってる。ん、ドクロ、ドクロ、ドクロだ。え、スカール、これなんだろう。え、あれか、チュパカブラの頭かね。サイズ的にそんぐらいだよね。チュパカブラぐらいだよね、頭としては。ああ、いや、綺麗な頭蓋骨ですね。この動物はちょっと健康だったんだろうね。カルシウム、カルシウム不足にならず。はあ、で、スカール、It is property from a チャイルド、子供の頭蓋骨、赤ちゃんの頭なの。動物だろう、どう考えても。はい。どうした、どうした。あ、懐中電灯が使えない、懐中電灯が使えない。どうしたの、やばい。 Why so late? ちょっとよく分かんなかった。あ、後で訳してもらおう。あらあらあら、待て待て待て、今サイコパスが連れて行ってたぞ。サイコパスが連れて行ってたよ。どこ行ったやつ。くっそ、主人公連れて行ってたよ、車椅子で。あ、サイコパス何者。あ、悪、怖い。はい、というところでね、本日はね、ちょっとここまでとしておきます。すいませんね、あの現実逃避のためにいろいろ雑談ばっかり入れてしまって。ではね、次の回もよろしかったらまた見てください。島津でした。それではね、失礼させていただきます。